今日は呪術廻戦最新226話についてお話しします。ああ、前回225話で五条がボコられてたな。もう宿儺様の勝ち確でしょう。大丈夫、勝つさ。はいはい、もう強がりいいから、あとは五条がボコられて終わりでしょう。と、宿儺勝利過激派はおっしゃいますが、過激派さすが五条先生、簡単には負けません。戦況は五条と宿儺が領域を同時に展開し、術式の必中効果の押し付け合いをしていたが、宿儺の領域の範囲が五条の領域よりも広く、結界の外側から攻撃が加わり、五条の無量空所が崩壊、宿儺の斬撃が五条の首を切り裂き、前回225話が終了しました。226話の冒頭、切られた首を即座に反転術式で直し、致命傷を回避しました。しかし、状況は変わらず、五条は宿儺の福間水氏の領域の中にいる限りは、斬撃が五条を襲い続けます。宿儺の領域は結界を閉じない領域だから、福間水氏の効果範囲から逃げ切るのは簡単なのでは。福間水氏の最大効果範囲が渋谷事変での更地と仮定しても、五条のスピードなら余裕で抜け出せる。そう簡単な話でもないんですね。五条の瞬間移動は無加減呪術を使い、空間と座標を圧縮し、瞬間移動を可能にしています。しかし領域崩壊直後では五条はしばらく術式を使えないのです。なんで使えないの？公式ファンブックに記載されていますが、領域展開のデメリットとして、使用直後は術式が焼き切れてしまうデメリットが存在し、領域展開後は術式を使うことが非常に困難であります。それは最強五条先生とて例外ではないってことですね。おそらく宿儺も福間水氏が崩壊すれば術式が使えないでしょう。つまり五条は領域も通用しない、術式も使えない、絶賛大ピンチってことですね。五条敗北確定。案の定、斬撃が五条に襲いかかりました。うわぁ、これはえぐいな。さすがに終わりだろ。しかしズタズタにされた五条ですが、あ、よかった、術式の性能では僕の方が圧倒的に上だと口にします。強がり、オッズ。案外強がりではなさそうです。冒頭でも説明しましたが、人間の致命傷にもなりうる首を切り裂かれましたが、反転術式で速攻直し、五条は致命傷を防ぎました。普通の人間が首を切られれば即致命傷で簡単には動けませんが、五条の反転術式のレベル、速度が尋常ではないことがわかりますね。そのことから五条は全身に斬撃を受けても反転術式で常時直し続ければ戦える、そう判断して、ああよかったと言ったのだと考えられますね。簡単に言っていますが、反転術式は普通の術式より倍の呪力を消費します。宿儺がよく動くというほど通常の呪力操作、反転術式の同時使用、五条は高難易度の呪力操作を瞬時に切り替え行っています。福間水氏を壊したらどうなる？日下部さんが言っていましたが、通常聖徳領域で具現化されたものはそれ自身に特別な意味や役割を持たないことが多く、存在しないことと同じであることから、水氏がただの領域のシンボルである場合、破壊もできないし破壊の意味がない。メイメイさんも、陸眼を持つ五条くんが破壊の手段を取らないことからも意味がないと言っていました。状況を打開する秘策がなければ五条は打つ手なし状態だね。そこで五条が取った秘策が新影流簡易領域です。使えるんかい？簡易領域とは領域展開に付与されている術式の必中効果を中和する技法です。作中では弱者のための領域という説明がされており、簡易領域とはその名前の通り、領域展開を使えない者にとっての領域なわけです。領域展開を使えない者にとって唯一領域展開に対抗できる術でもありますね。簡易領域で宿儺の技の必中効果を消しつつ、その間に反転術式で肉体を修復し戦う作戦に出ました。しかし上層が簡易領域程度の出力では本物の領域に対して時間稼ぎにしかならないと言います。案の定、五条の簡易領域は剥がされ、また必中効果が五条を襲います。しかし剥がされた直後に再度2度目の簡易領域を張ります。くどいな。しかし五条は肉体を反転術式で直さない判断に出ました。さすがの五条も呪力切れか。五条先生に呪力切れはない。こんなズタボロのボロ雑巾にされたら呪力効率が良くても追いつかなかったんじゃね。休め五条、もう限界だろ。実は五条は呪力切れではなく、簡易領域で必中効果を消している間に反転術式で肉体修復ではなく焼き切れた術式の治癒を優先して行っていたのです。五条は術式を回復させ瞬間移動で宿儺に接近し、ゼロ距離から術式反転赤を打ち込みます。やっと宿儺に有効打が入ったね。とここまでが最新226話の内容です。なんとか五条もやり合えてるね。正直戦う前までは互角だと思ってたけど、宿儺が優勢な感じだな。しかも宿儺はまだ実力の底が見えない感じ。やっぱ
五条かすじゃ宿儺様に到底勝てないってこと。五条が負けた時の補欠組って設定がある時点で敗北の方向だろ。うん、宿儺様はまだ術式の炎の矢風牙も残ってるよね。渋谷事変で使ってたけど威力えぐかったし、伏黒の術式、徳佐の影棒術も残ってるし、まだまだ実力隠してそう。そうですね、これで枕まで重複してたら五条はかなりきつそうですね。枕のあらゆる攻撃に適応する術式と能力はチートですからね。倒す方法は初見の技で適用される前に倒すことだよね。だったら五条の無加減呪術でも初見殺しできるのでは。それが無加減呪術が初見じゃない可能性があるんですよ。え、その理由は次回話していきますね。